珠洲市の和歌山町からお伝えしますこちらはもともとは平坦な田んぼでしたが地面が隆起し高いところでは2メートルの段差が出来上がってしまっていますえ地元の方によりますとこうした段差はおよそ4キロにわたって続,って続いているということですこのように田んぼなどへの被害が多く確認される中先ほどから支援の説明会が行われています 石川県は、珠洲や輪島市などで、きょと明日の2日間、地震で被害を受けた農業関係者に国や県の支援を知ってもらうため説明会を行っていて、珠洲市の会場では、先ほど午前10時からおよそ40人が参加し、説明を受けています。また、今日から県内6カ所で、石川県や JA グループなどが窓口を開設し、電話や対面での個別相談も受け付けています。 国の補助金の出すやっぱりタイミングですね。私らは本当待ってるんですわ。4月に向けて頑張っておりますので、なんとかサブ付けしたいなと。能登半島地震では地盤の隆起や液状化などに農業への被害がこれまでに1000件以上確認されています。また被災後に地元を離れ遠方で二次避難を続ける農業関係者も多く、今後利農が加速することも懸念されています。 被害を受けた農業関係者によりますと4月末に田植えを控える中準備が進んでいないと不安を口にされていました。